よし。父さんどうしちゃったの？ひぃひぃ、さっさとここを開けろ。近づかないで。ひぃ、フォークって最高。消す。いや、とりあえずね、脱出。兄貴襲われてんのか。あれ兄貴さっき一回で倒れてたよ。兄貴が折檻されてる。ここから逃げなきゃ。トレーラーハウスに。てつおかんの部屋に。閉まってる。エブリンがママって呼んでくれたの。可愛いでしょ。おばちゃんいる。ランタン持ってる。もう虫が出てきた。あの子に会ってあげて。まあ長男はしょうがないから、ドア閉めとこう。いやあのおばちゃんの動きよ。ゴイ、恐ろしいです。ゴイ、これ以上怒らせないで。あが更年期障害かな。楽しそうで何よりです。あ、テンションが急に元に戻った。あの子は一人で寂しいの。守ってあげないと。守ってあげたくなる系女子。新しい妹ができて嬉しくないの？ガバガバ。怖い。ああ、かわいいエブリン。なんて愛おしいのかしら。あう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 。もうやだ、こんな家。よし、脱出だ。はあ、あれ頭一つ足りなくない？こっちか。しまってる。え、かくれんぼ終わりだよ。どこ行きゃいいんだ。こっち。そこかい。急にテンションがついていけねえよ。首が一個なくなってるんだよな。新しい妹ができて嬉しくないの？嬉しくないです。ああ、かわいいエブリン。なんて愛おしいのかしら。糸お菓子。あとは映写機のところ。
出てきてあの子に会ってあげて。もしかその左側が実は通れるようになってる。やっぱり家族は大事にしないとね。ないよ、つかないよ。ゾイ、これ以上怒らせないで。お、あそこに行った。ゾイ、ゾイです。どこに隠してんの。ゾイ、口から来るぞ。私何かおかしい。母さん、まだまだ正気を保ってる。なさい。だからミアに初めて会った時を。家族に触らないで。どういうこと。どういうこと。ほら、これを。鍵を。逃げて。逃げる。大丈夫だよ。助けを呼んでくる。今兄貴が2階で折檻されてる。こういうことかい。いやいや、やっぱここ通ることになったね。お前は昔からそこが好きだったな。やめろ、うるさい、早く消えろ。どこの鍵だ今手に入れたの。車の鍵。おい、親父。父さん。ガレージで車で脱出するのか。中庭で行ってミヤに会うのかと思ったんだけど。おわいる。お前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。そうだよ。バカだこの親父。俺から逃げられると思ったか。怖い。早いけどゆっくり。可及的すぎやな。音とかなっちゃダメだよ。父さん、親父、ファミパパやめて。うわあ。母さんはとどまってくれたぜ。やめて。ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。あ、どう。あ、きっつ。どっからだこれ。あ、なるほど。ここからですか。こんなことに。で、まあ、ここまではもう逃げ回るな、やめろ。お前は昔からそこが好きだったな。やめろ、うるさい、早く消えろ。早く消えろ。まだこの頃は微妙に正気を保とうとしてるんだね。楽しそうで何よりです。父さん、こんだけしたのにゾイ生還ルートがないってひどいな。
聞こえたぞ。おやおや、そこにいるのか。あのガラス実はいるんじゃない？ペキ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 言ってる。しないから。何を企んでるゾイ、どこへも逃がさんぞ。閉めたね、今閉めましたね。ゾイは走る。これだ、割れたガラス瓶だ。これで親父に逆らうんだぜ。かくれんぼしたいのか。かくれんぼ大好き。移動は四角。装備できない。これでファミパンおじさんに一回逆らうんだ。母さんも心配したんだ。これ最初登らないんですけど、登って。おびき寄せんのかな、むしろやっぱり。お前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。もう行くしかないね。ちょっと。おやおや、そこにいたのか。バレた。ちっ、あら、使ってガラス瓶いった、ガラス瓶を、えい、うお、やった。喉元すぎれば、うわそんな、車、はよ、車のキー、お願い、かかって、お願い、ああ、俺たちを置いて出て行こうというか。おばちゃんも、新しい妹に会いたくないのかい。お前は礼儀ってもんを知らんのか。うわ、ファミパン教育的指導。え？失敗？おお。起こり得たもう一つの結末。ゾイが逃げ切れなかった結末？いや、失敗って書いてる。ああ。これ失敗なの？成功あるの？
ルート変えたら一応ゾイが逃げ切れる方のシナリオがあるのか、よくわかんねえなこれ。どうなんだろう。もう一回行ってみる？一応ルートは分かったから、さーっと行けばそんな時間はかからないと思う。もう一回行って無理だったら、うん。ちょっとここ。あった、もう一つの結末ある。ミアを探せ。悪夢の鍵は彼女が握っている。やっぱバットだな。キーピックで開けれるところがもう一箇所あったからそっちかなっていう。まだ行ってない。よし。マーガレット、開けてくれ。もう一人いた。はい、はい、はい。開けるのは俺のスタンドだ。違うかった。あら。あらあらあら。イブリン。じゃないの。そうだな。イブリンじゃないで。エブリン。寝てるわ。かわいそうに。ルカス邪魔だよ。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ任せて。きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、うん、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。静かにしろ。こんな会話してたんだ。ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて。そういう流れだ。スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。ということで、まずキーピックがね、ここはダメなんだ。ここ開けちゃダメなんだ。2階の、シャワールーム、あそこが確かキーピック開けれる場所だった。着替えはランドリーに置いてあるわ。ランドリーそういう話はしていない。もう一個ぐらいキービックねえのかな。まあルートここだね。ここでいつものあれがあればいいんだけど。小さい部品。また怪しいものを手に入れたな。フォークも先に取っといた方がいいのかな。1回目のプレイの時ろくに話聞いてなかったから、子供部屋に行ってることすら知らなかったし。ああ、なるほどね。フォーク現状はまだ取れないんだ。この小さなボタンを何に使うかだよね。一応キーピックはこの2箇所といったところかだね。あとは兄貴がね、ここの部屋に連れ込まれた後、この部屋にもう一遍来てみる。強制的にルート入っちゃった。スキップじゃないで。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。分かった。これか。何、自分ちのさ、はしごを下ろすボタンなくなってんの。人形いなくなってる。お、ノートパソコン書斎。お、これはゾイ、俺のパソコン勝手に使うのはやめろよ。兄貴、操作丸見えのスマホと同じパスにしてんじゃねえ、バーカ、かっこ笑い。あー、なるほど。で、今から兄貴の操作丸見えを見なきゃいけないんだね。
あいつ今スマホずっといじってたもんね。そういやイベント進める前にパスワードを。これがさ、いわゆる正規ルートだよね。ってことはゾイはあの子にバスタオルと着替えを持って行ってあげてって言って無視してこんなことしてたんだね。パスワード覗き込もうぜ。さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろう。そうだね。パスワード画面に。なんだよ、とっとと行けよ。あ、バレないように。早くパスワードロック画面にならないかな。行けって。消えろ。消えるよ。消えればいいんでしょ。綺麗な服を持って行ってあげて。このバガー兄貴のパスワードを離れたところから覗き込むのがもしかしてこうやって。ちょっと遠いな。ゾイ、汚れた服のままじゃかわいそうよ。バカ兄貴のパスワードをどこかで。そーっと。どうやったら覗き込めるんだ。ロック画面ならねえな。どっかパスワード1026違うだろうな。あの子は子供部屋に運んだわ。どこかにヒントはないんですかい。あの子に綺麗な服を持って行ってあげて。オッケー、持って行ってあげる。だからそこちょっと開けて。さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろう。パスワードわからないな。あとはそこの写真。写真にはパスワードはなかったと思うけどな。2013じゃないだろうしさ。あの部屋に適当にヒントでもあったのかな。もしくはもう知ってるから別に俺がパスワード打たなくても勝手に開いてくれるだけ。その可能性あるね。調べとけよっていう。何無駄なことしてんだよっていう。これもイブリン調べた後の可能性あるよね。僕調べればよかっただけなんじゃないかって。あ、そうでもない。
違いますよ。あ、これあれかな、なんだったっけ、スマホと同じパスだから。あれかな、あの親父に兄貴が連れ去られたところにスマホが落ちてるとかそういうことかな。じゃあちょっとイベント進めよう。したらきっと兄貴が触りまくったところだけ色が変わってるとかじゃない？エブリン、これ着替えよ。拭いてあげようか、お嬢ちゃん。みんなもらった。まだ開けてない。